まず式漁夫、ピエール・ピュウィド・シャバンヌは19世紀のフランスの画家。世代的にはクールベやマネなどとほぼ同時代だが、シャバンヌの作風は写実主義、印象派、アカデミズムのいずれとも一線を画している。強いて分類すれば象徴主義ということになろうが19世紀、フランスにおいて位置づけの難しい画家である。物語風の伝統を受け継ぎつつ、 自然の風景と人物像が調和した独自の作風を作り上げ、後の世代に大きな影響を与えた。フランスに留学した日本人画家が多数そのアトリエを訪れたことも知られる。倉敷の大原美術館に作品が収蔵されていることもあり、日本では比較的早くから雑誌、白樺などで紹介され、当時留学中の黒田清照らも訪問していた。 フランスを代表する巨匠として高く評価され、大規模な壁画の仕事を次々とこなす一方、多数の肖像画も描いた。神々や聖人を描きながらも、シャバンヌの作品はその芸術が、静かに称える自然の息吹こそが多くの画家たちを引きつけた。パブロ・ピカソも、その一人で美術館に何回も足を運び、シャバンヌの絵を模写していたという逸話が残されている。 1824年、リオンの織物業の名門の家に生まれる。リオンとパリに学び、当初は父親と同じく義士になるつもりであったが、病気にかかり、勉学を中断せざるを得なくなる。その後療養のため、イタリアに旅をしたシャバンヌは帰国後画家の道を、志すようになり、ロマン派の巨匠ドラクロは及び古典的な作風の画家、トマクチュールに指示している。クチュールは、 当時の画壇の大家で、真似などもクチュールの弟子である。1850年にサロンドパリにデビューするが8年連続で落選してしまう。しかし当時はナポレオン賛成によるパリ大改造計画のため多くの公共の建物が建造されており、シャバンヌはそういった建物の壁画を多く依頼されるようになる。シャバンヌはイタリアを旅行した際にフレスコ画に見せられ、 その後の作品にはフレスコ画を思わせる色調や表現が見られる。古典文学や神話に多く題材をとり、画面には静けさと指摘で無限的な雰囲気が満ちている。その絵の特徴は立体感や遠近感、陰影を抑えた平面的で装飾的な処理、中間色を多用したフレスコ画的色調などである。 シャバンヌのこうした装飾的な画面構成や落ち着いた画風は大画面の壁画に適したもので、パンテオンの壁画、ソルボンヌ大学の壁画をはじめ、フランス各地に大画面の記念碑的作品を残している。また、ボストン公共図書館の壁画も手掛けた。ありがとうございます。